常にいい天気の中、いろんな仲間たちに囲まれて行われました今日のゲーム、ジーコでのキッピンでゲームがスタートしていきました。たくさん手に入ったんですけれども、まず14分です。中で作っていって、最初のゴールはここからの本山ゴールでした。高木さんどうですか。中田さんが、ね、おっしゃってましたけれども、はい、ビューティフルゴールですね。そうですね、2対0になって、これが本山が作って長谷川義行決めて3対0。ちょっとね、何アシストしたかわからないぐらいになったんですけどね、はい。で、後半に入ります。この時点で4対1、5対1か。ここから結構そうなんです、元フレンズガチですね、はい、後半結構ちゃんとみんなやった感じがありました。深井が決めてこれで5対2。で、56分、大きなサイドチェンジから中村につながって、これで5対3。真剣に曽我畑さんは止めに行ってますが止められずね、はい、で61分、これが良かったですね。奈良橋から土井翔馬、パフォーマンスも面白かったです。でね、ずっと奈良さんは東福岡10番のユニフォームを下に着てるんですけど、そうそう、赤いのね、そう、中途半端しか見えなかったっあれをね、はい、65分です。このオーバーヘッド、確かに優勝、6対4。決めた後にちょっと曽我さんを煽りに行ってました。放送席では、まあ打点は低いけどいいオーバーヘッドだという評価がありました。81分、これはなぜかここにいました、監督のゴールです。ナイスセット、はい、めっちゃ嬉しそうですね、監督 ね。で、これなぜか PK になって、はい、ようやく2点目が決まった88分。これはまあ2点目。そして、アディショナルタイム5分以上結局あってですね、決まらない決まらないというのがずっと続いて、やっとこそ決まった3点目のハットトリック、これで試合終了、見事な3点を決めました。